Hello, this is Hiroshihaya Shi, Hamamas City, Japan. Proof and evidence of Hiroshihaya Shi's line theory. I cross point in Northwest Asia.Haya s h i o のライン理論の証拠と証明。北西アジア、クロスポイント。今日はライン理論の証明をしてみたいと思います。まあ、これがライン理論です。 ライン理論をライン理論を使えば、古代文明明の謎を解ききかすす。ことができますつまりこの地球は極めて幾何学的なラインによって、まあ、計画されているあるいはいたということですねそしてそれが現在の今も私たちが検証しうる方法で残っているということです、まあ、これに対して偶然だという意見は今でもありますがでは逆に ライン理論を使って今まで未発見のものを発見できるかということですね。それができればライン理論は正しいということになります。で、私はその一つ、まあ、いくつか発見しましたけども、その一つを今日ここに皆さんに紹介します。クロスポイント、ノースウェストアジアです。ギザです。 プレービィヘアです。まあ本当はイーストポールとつなぐんですけども、プレービィヘアをとつなぎました。ですが、ややエラーが出ることもあります。これがルート1メジャーライン、基準ラインです。そして北極に対して60.00、南極に対して120.00で線を引きます。この白い線がそうです。そして赤い線がモヘンジョダロから北極に引いた線です。この赤い線と白い線の交点、ここには何かがあるはずだということで、 私は以前探しました。で、ここがクロスポイント、ノース・ウェスト・アジアということになります。そして、このカザ,フスタンカザフスタンのですね、デチセイというんでしょうか、そこにこんな奇妙なランドマークを見つけました。まあ 日本風に言えば、さびれた田舎町という感じです。その一角に、こんなランドマークがあるんですね。デチセイ、カザフスタンということになります。井戸経路はここに示しておきますから、皆さんご確認ください。で、写真がほとんどありませんので、A から見た A の写真がこの部分ですね。そして、今度は B の部分を見たのが、この写真ということになります。中央です。 こういうところなんですね。で検証してみます。このクロスポイントには？細い線があります。この線を見てください。まあ、古い線でほとんど消えかかっていると言ったらいいのでしょうか？この線ですね。で、この線ですけども。上の線上,上の線は、これは北極から引いてきた線です。 この線とぴったりと重なります。すなわち北極を向いているということになります。次に今度は右、トンコのバックオークスから引いてきた線です。この線もこの細い線とぴったりと重なります。今度はモヘンジョダロから引いてきた線です。この線もぴったりと重なります。ただ 次の左のギザの線は2本あるような感じでぴったりと合いません。この線ですね。そこで拡大して、もう一度、えー、なっていすかあのー、検証してみます。まあ、一応こうで重なるんですけども、ややずれてる感じがするんですね。でもう一度拡大してギザからの線を合わせてみますと、この まあ、半分から右の方で重なっていますね。ややこの線がほとんどというか消えかかっています。で今度はルンビニです。釈迦の生まれ育ったルンビニですけども中央まではややずれた感じがしますけどもこの中央を通り越したところからぴったりと重なります。なあ,あちこの向かって左側の斜めの線はまっすぐとルンビニを示していることになります。 でそのルンビニなんですけども、この線ですね。この線はカーバ神殿から引いてきた線です。まっすぐと重なります。そして、右の方はイースター島から引いてきた線です。まっすぐと重なります。なあち、このルンビニのランドマークは、左はカーバ右はイースター島を指し示していることになります。このようにランドマークというのは方向を示しているわけですね。 ででクロスススポイントトノースフェストの結論ですこのクロスポイントはまっすぐ上は北極そして直角に交わってるわけじゃないんですけども右の方はバッ薄で窟そして下へといいますが南へ行くとモヘンジョダロの線と重なりますそして左は当然ギザということになります そして、斜めの線、この線はルンビニを指し示しているということになります。なあ,あち、このクロスポイントベストは、林宏自身がまだ誰も知るあ発見してない段階で発見したものです。じゃあ、このクロスポイント自体はどこを示しているかということなんですね。これがアフリカ最高峰のキリマンジャロです。5,900メートルあります。このキリマンジャロから、 先ほどのクロスポイントノースウェストエジアに線を引いてみます。この線は先ほどのクロスポイントへやっていきます。そして正確にこのクロ,クロスイポイントを横切ります。皆さん自身の目でご確認ください。黄色い線、左下からの線がキリマンジャロさんから来ている線です。 アフリカの最高峰ですわかりましたねこれでこのクロスポイント自体はキリマンジャロを示していることになりますではキリマンジャロをナスカー理論によって検証してみましょうキリマンジャロの示す線はあります細くて長いですこの直線がそうです 他にもう一本ありますが、ややずれますので、こちらの、まあ、細い方の線を皆さんに紹介いたします。緯度経路はここに示しておきます。そして、この辺りは、実は、世界の、いわゆる、まあ、拠点と言われている、まあ、拠点と私が発見した山々ですけども、の線が集まっているところです。また、こオホン、ペフ、ピコ山、そして富士山、桜島、 ここうした直線がこの辺りに集ままっていますなおちナスカの北東部ですね、この辺りには世界の山々からの線が集まっています。その中にキリマンジャロ山の線があるということです。以上で、逆に、ライン理論を使って、今まで未発見のクロスポイントを発見したという事実をですね、皆さんにこうしてお伝えすることによって、それを証拠と証明といたします。 Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Uh, some people say that it's just a coincidence, but some of the people say that it's very strange, and some other people, like me, say it's an evidence of aliens or existence of aliens in Japanese. 皆さん、こんにちは。ライン理論を説明いたします。これがプレーフィヒアです。で、イースタートーと線でデツナギマその間に、ナスカがありギザがありそして、モヘンジョダローがあります。で、実際の地球で見てみます。左がナスカ、育線ですねそこにプレーフィーがあり、途中にギザがありそして、モヘンジョダローがここにあります。一直線上にあるという意味です。それから今度は、 ビザから線を引っ張って、そしてナスカへやっていきます。この線は左の方へ行きますとイースタートへ行きます。で、今度はここにイースタートがありますがイースタートを通って、そしてまっすぐに西へ行きますとプレイアビヒアに戻っていきます。地球を一周しましたね。で、ここがプレイアビヒアです。ビザがありますね。で、ナスカには ギザとイースタートを両方示す滑走路、両方の方向を示す滑走路があります。こうしたあの両方の方向を示す滑走路は珍しいですけども、ナスカには2本あります。で、これがプレハビヒアで、これはナスカで、そして線でつなぎます。その途中にルンビニがあり、ガンダーラ、ラホールに私はいつもガンダーラを取っています。そしてアテネをまっすぐと通って、そして、えー ナスカへ向かいます実際の地球で見てみます。一番右がプレハビア、ルンビニ、ラホールですね。ガンダーラビジットの、まあえー、中心地、それからアテネをまっ、あ、すぐと横にこって、そしてこのブルーの線は、えー、ナスカへとやっていきます。で、ナスカには今言ったそのガンダーラ、それあごめんなさい、ルンビニガン、ラホール、アテネを示す線がちゃんとあります。このブルーの線がそうですね。そしてこの下、ブルーの細い線のあカッソルの下側を通ります。 今度はルンビニカーバーイースタートを見てみますルンビニから、えー、ここがルンビンですねでイースタートありますでルンビニとイースタートを直線でつなぎます西回りですからちょっと技術がいりますけどもその途中に、えー、カーバーがカーバー神殿があります、えー、ここがルンビンですカーバーですこの赤い線はルンビニとイースタートをつないだ線ですその進直線下にカーバーがあります ここにカーバーがあります時系列的にめちゃくちゃだという批判が多いですけども場所が決まっていたということですよ。このエラーは1 7 2メートルです。その後カーバー神殿がー作られたということになります。カーバーオリンピアライン。これはあの重要ではありませんけどもカーバーとそれからギザをつなぎますとその線がまっすぐとオリンピア行きます。 オリンピアも先ほど言いましたように、プレハビヒアル・ロンピニ・ガンダラスの線上にあります。実際の地図で見てみますと、ここ右下がカーバーでギザー、そして左上がオリンピアになります。オリンピックの発祥地ですね。で、アテネも同じ線上にあります。で、今度は大地の線を見て調べてみます。ここはもう変異状だろうです。で、イースター島と線でつなぎますと、下にカーバーがあって、まっすぐ直線上にね、そして大地、モリアンアイランドですね。 がありますそこから60度で進みますとギザ反対に60度に行きますと両字和へとつながっていきますその間の角度は60.06060 60 60右2つはプラス1度プラスマイナス1度のエラーがありますここはもう変異だろうです左がカーバーですねそしてまっすぐこの線を伸ばしますとこれがルンビニを通ってそして太平洋上に出まして、えー、太平地へ行きます ここに大地がありますね。この大地とはまっ、あ、行きますと、イスタと行くわけですけども、この大地、モリア島から、東中和海線でつなぎます。で、今度は大地、モリア島からハワイ、オアマ,マウイ島を通って、ギザへ行きます。この間の方は角度は60、60、60なんですよ。 そして今度は太地から、今あの、ちょっと地球を下へ回したんですけども、上にギザが見えます。地球が逆さまになりますから気をつけてくださいね。それでギザがあって、えー、今度はテオテワ間からの線を見てみます。ここがイースター島ですね。で、ここが西極点、ウエストポールです。えー、赤道との交点ですね。で、えー ティオティワカン、イースター島からまっすぐ上行ってティオティワカン、さらにまっすぐ行きますと、モヘンジョダロー行きます。でティオティワカンからですね、あのーまあ、90度になるわけですけども、角度の関係はこういう関係です。そして、モヘンジョダローで,ですね、ティオティワカン、ギザの間の角度は60.00になります。正確に60度になります。えー、ここがナスカですね。でイースター下、右下行けば、左下行けばイースター島。 で,すね、で、ここが赤道です。ここがの西極点です。そしてこの西極点からテオティアカに線をつなぎます。一下がイースタートです。まっすぐ上へ行きますと、テオティアカを通って、モヘンジョダル行きますが、やや折れ曲がります。それを後で示します。エラーが出ます。上へ行くとモヘンジョダルです。 ここでエラーが少し出てますね。この、こ,こ,このエラーが出るんですね。これイースター島がー、がちょっと不完全な位置にあるということですね。そしてこれが右上行きますとギザー行きます。間の角度は30、60.0、合計90.0、正確に90度になります。で、テオティワガンの山道をまっすぐ登っていきますと、ヘンジュ行くわけですけども、これはティオティワガンです。そしてギザーがここにありますね。 今地球が逆さまになってますから注意してくださいね。上に行きますともう返重だろう。右の方にギザがあります。線でつなぎます。そしてギザへ行きます。で、このラインがですね、テオテオ間から引いてきた線です。緑の線とブルーの線です。その間の角度は正確に60.00であると。 そしてギザー、それからの角度は4 5 0度で2つのピルミッター、1対1対3の角をつなぎますと、正確に90度でテオティワカに向かいます。そのことは次のビデオの中で詳しく述べます。まあ、要するにですね、このように地球というのはですね、私たち人間の支配下にあるのではなくて、私たちが神と呼ぶエイリアンの支配下にあるということです。まあ、これらをですね、 ただ単なる偶然だという人もいれば奇妙だと思う人もいますし私はこれがエイリアンなわち私たちは神と呼ぶエイリアンの存在を示す証拠であると考えます。皆さんの考えはどうでしょうか、まあ後の判断は皆さんご自身が決められることですけども、まあ、結論から言いますと人間というのはエイリアンの感覚感 管轄かコントロールかにあるということですねそしてこれらがその証拠であるということですこれが林博のライン理論です Thank you very much for watching and see you again next time Bye Hello This is Hiroshi Hayashi Hamama City, Japan Why is Tiotiwakan here located? I'll show you the reason why Tiotiwakan is here With a proof on line theory. なぜ、チョウチワカンはここにあるのか。林博のライン理論を使ってそれを説明いたします。おとといの夜ですね、NHK でチョ和チはですね、雨季とあ寒季のあ太陽の昇る方向を示す位置に立てられたということをあ説明していました。本当にそうでしょうかあるいは 私はこれからどこを説すとどちらの方が合理性があるのか、皆さんご自身でご確認ください。その判断をなさるのはあなた自身ですし、またその向こうにはですね、巨大な大きな謎が隠されているということです。どうか最後までご覧ください。Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. The Line Theory in Wonder, Fushigina Line diron. My line theory is quite different from so-called so ley line uh, theory. Here, I, it's my pleasure that I can uh, show you and in, introduce you my line theory and uh, just prove that it's a sort of a theory to solve uh, ancient mysteries of the world in Japanese. 私のライン理論はですね、レイラインとレイライン理論とは基本的に違います。そのことを今日は説明したいと思います。不思議な不思議な世界へ皆さんをご案内いたします。まずこれが上が桜島、そして下が南極です。南極から桜島へ線を引きますね。エイリアンたちは古代は南,南極から着陸しましたね。で、エクエイターあの、赤道と交わる点を、これをイーストポールとします。 右へ行けばナスカ、左へ行けばプレハフィヒア、そしてさらにはナスカ、その前にあの、あのモヘンジョダロギザ通ってナスカへ行きます。まあ、これの角度が120.00なんですね。で、これ実際の地図でお見せしますと、これが上が桜島、下が南極です。そして線を引きます。そして、えー、ここねあの、赤道です。 日本人は赤かり書きますが、そしてこのブルーの線が今言いました。プレハビアモはン編ュだろう。そしてギザあギザ。それからさらに言いますとイースター,あーナッサイースかイースターと出てきます。で、この110.00のところに角度にできるようになるわけですけど、これはイーストポールですね。で、長時間を見てみます。で、今度はですね。長時間はですね。これがあの桜島イーストポールからまっすぐにあの。 西へ行きますと、モヘンジュダロー120度でね、そして60度で角度があります。そしてギザからは45.0、実際に44.66、モヘンジュダローから60.00ですよ。そしてその、まあ、先にテオティワカンがあります。ここがモヘンジュダローです。ギザです。そして、えー、このモヘンジュダローから60.00でテオティワカンです。それからギザからは4 0 5度ですね44.6645度で定期は間に向かいます次に大阪奈良にの説明をしておきますこれがあの 桜,桜島と手をつないた線です。そこに、金張山、神戸の金鳥山があり、比叡山がを通ります。金鳥山でややエラーが出ます。で、みなか山の,のもうちょっとエラーが出ますね。あの数百メートルのエラ,エラーだったと思います。で、このブルーの緑の線がもう変調ると、伊勢神宮をつないだ線です。 と、比叡山が、あの、ここへ来て、荒野山、今後、無事にここへ来るわけですね。で、皆さん、こう言いうすと、時代、あの、検証、検証がめちゃくちゃじゃないかということを、あの、おっしゃいますけども、位置が決まってたってことなんですよ。よく、あの、講義のメールが入ります。これが、あの、桜島と、共和エタをつをいだ線です。いわゆる、その、時代が合わないって言うんですよね。それは、それはそろ場所が決まってるんですから、荒野山だってね、あの、後で、その不思議な場所に、 導かかれてて空海が今後無事を立てるんですからその、まあ、と,ともかくもこの線をつなぎますと、ブルーの線、グリーンの線がもう変重だろうから来た線です。で、金鳥山と並ぶわけですね。比叡山、高野山、そして伊勢神宮とこういうふうに並びます。 で、これが、あの、綺麗なあの、まあ、つ正確な、あの、ひし形ではないんですね。27.5と28度でしたが、0.5度の,あの下の、一番下の角度が違います。それでこれを並べてみますと、これが坂船位置ですけども、これ左右反転しますね。反転しまして、えー、これは私が復元した図ですけども、この図がですね、えー、長さの割合が、 一致するんですね角度もも一致しますもちろん、えー、だから、ですから坂船市の一つの目的はこうしたそのなりますから計画図だったわけです、ね。都市計画図だというふうに考えられます。今度は西極点とティオジャカの関係です。えー、ギザとイースタートをつなぎますね。で、その途中に、えー、ナスカがあり、そして、 このナスカ西極点があるわけですね。ウェストポールがあります。ここが赤道でウェストポール。あの、東極点、イーストポールの反極点ではないですね。ややエラーが出ます。これが120.00、南極に対してね。そして、えー、あのティワチア間へ1000円でつなぎます。 あのでティオティワカンは逆に場所が決められたと思うんですけど、ね、本当はポポカティ・ペティのそばに建てられたわけですよ。60度でギザというふうふになります。30度で、えー、モヘンジュダローへ向かいます。直角で、ね、モヘンジュダローへ向かいます。実際にはこれが決まして、ナスカ、ウェストポール、左下がイスタートですね。それからティオティワカンがここにあって、ティオティワカンから、えー、モヘンジュダローまでは90.00の角度になります。これは見事な ぐらいきれいに出てきますね。そしてこの線がギザに行きます。これは60.00できれいに出てきますから皆さんも確かめてみてください。でこれは直角ですこれを偶然かというわけですね。明らかに人為的であるということは数学的に証明していくわけですね。これが私のライン理論の基本です。偶然そこにある偶然そうなったというんじゃないんです。計算してそうなっているということを数学の上で証明していくわけですね。TOT ワーがあります。この角度が60.00です。で、ギザがあります。 そそう天王ア湾の参道はまっすぐと、あのー、ご返事だろうを向いています。 あとで証明します。え、これが60.00ね。あの、これ、逆に、あの、モヘンジョダロからティオティアカンへ60.00。ギザ、ギザロのこれをピラミッドを見ていただきたいんです。大中小のね、あの、3つのピラミッドがあります。その角と角をつなぎます。あの、あの、グーグルアースの場合ね、あの、斜め上から撮ってますからね、この中心が非常に撮りにくいですから、底辺を撮れば間違いなくこの間を撮るわけです。そして90.00でティオティアカン,カンに向かいます。そして反対方向135.0でモヘンジョダロへと向かいます。 こういうふうにこう証明していくわけですね。これが私のライン理論ですあの。レイラインとは違うんですよ。逆ですよ。これがティオジアアカンです。この山道はまっすぐとモヘンジョダローに向いています。逆にモヘンジョダローからティオジアカンに線を引いてみられると、私に言っている大差は分かっていただけると思います。これがモヘンジョダローですね。モヘンジョダロー、今のこの黄色い線がギザーとプレビ,ア,ビ,オビアをつないだ線です。そして、こ,れがこの角度が60.00でティオジアカンへ向かうということなんです。 60.00です。やってみてください。ね。お疑いの方。で、ここに、モヘンジャダルの神殿があります。この前に参道がありますけど、この参道の方向は、まっすぐとピラミッドのギザを見て、向いています。先ほどの、あの、ティオジアカンと同じような、あの、思考回路ですね。それで、このギザのピラミッドですけども、その、角と角をつなげます。これはちょっと、あの、前間違えましたけども、今回正しくて、説明いたしますと、角と角をつないで、そして赤い線が、見えますかね。これが、あの、ティオジアカンから引いてきた線です。 そしてその間の角度は90.00になります。画面の上でも測りますからね。皆さん測ってみてください。90.00です。そしてこの方向を正しく、正確に示している。そして後ろへ、右、東の方へ135度で行くと、あれ45度で行きますと、モヘンジュダロへと向かうわけです。では、モヘンジュダロへの話とつながります。リザーザ・プレハビー・ヘアの間にモヘンジュダロがあります。 で、ギザからあの南極に対して120度、北極に対して60度のライン、これがあの基本線になります。そしてマガオ、インシュートを行きます。この、まあ、赤,赤とブルーの線で日本あ世界の四大文明は入っちゃうんですよ。そしてプレハビーヒアからナスカイト線へ行きます。その途中にシーアン、昔の長安があります。そしてモヘンジョダロから、 ああ、伊勢神をつなぐと、その途中に隠虚、隠居があります。隠居はあ、あの、今の小さ、あの、隠居の後手の,あの部分でしてね、隠居は広い文明でしたから、あの、ここだけではわかりません。で、プレイアフィヒア、今の線と、手から、ギザプレイアフィヒア、もヘンジュードルをないでみました。これはブルーの線です。そして60.01、北極に対してね、南極に対しては120.01のこれが基本線になります。これがあのブ、あの、グリーンのラインです。そして、 これが、マガオ、パックークスですね。それからシーガン長眼あります。 それから、あ、先ほど言っました。それから、隠居ですね。隠居の、あの、跡っていうか、博物館がそこにあるってことだけですよ。それから、伊勢志ライン。ほとんど破壊されています。川橋院で向かいます。えー、今度はその前にちょっと、あの、ちょっと遠回りしますけども、もう返上だろう。それから、うんえー、東の方へ行って、イースター島とつなぎます。その途中にですね、えー、大使のモリア島があり、ナンマドールがあり、そしてガム島があります。これ、きれいに直線並ぶんですね。まあ、そして、その、 その途中、ややこれエラー出ますが、50キロほどのエラーが出ますが、ここ、ルンビニのそばを通ります。そして、60度でタヒチから上がりますと、ギザへ行きます。その途中にハワイがあります。それから、あの東の方へ60度で行きますと、テオジア間へ向かいます。ここで3等分するわけですね。59と61のプラス1ラス、1度のエラーは右の方があります。それから、ルンビニに行くと、イースターをつなぐと、カーバーの上を新直線で通ります。 もう一度説明しますと、これがイースター島ですね。それからモヘンジョダラあります。そしてその途中に、えー、今お見せしますが、あモヘンジ大地のモリア島ですね。人口増生島です。ナンマドール、それからガム島と通って、そしてモヘンジョダラへと向かいます。その大地のモリア島から60.00で西の上の方へ行きますと、ハワイの真上を通って、そして、 ギザ行きます。そして右60度で行きますと、ティオティワカン行くわけです。このようにギザ、ティオティワカン、それからモヘンジャアロというのは拠点中の拠点ってことになるわけですね。基準点になるわけです。そして今度はこの線をずっと伸ばしていきますと、上の線が今言いましたモヘンジャアロとイーサートをつないだ線です。 そして、カーバーのあー、ごめんなさい、あの、ルンビニをややあの50キロほどエラーがここで出ますけど、その下のルンビニとイースタートをつなぎます。この線、あの、西周りの場合は、あの、2万キロ超えますからね、ちょっと引き方にコツが入りますけども、その線はカーバー神殿の上を直撃出します。薄い線ですけど、赤い線が、これが今見ったルンビニとイースタートをつないだ線です。そしてこのカーバー神殿の、まあ、エラーはも100メートル。 絶対ないですね1 0ル5 0もこれも,もう真ん中に中央にカバー神殿のあの神聖なる、あのなんて言いますかね、あれが見えますからね。で、ウィキペーダーは、レイラインというのは無意味だということを結論付けています。まあね、あの、偶然そうなっただけだと。そしてどんな点でも繋げば線点がある。やっぱり何十本も線引けるってというこうして証明しているわけですね。まあ、そうは言い切れない部分もあるんですけどもね。まあ、 そういうふうに取られても仕方ないですね。しかし私のライン理論はそうではなくて、それを使って古代の謎を解いていくということです。ライン理論とレイライン,ラインの違いを分かっていただければ幸いです。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye.